はい、旧 JR 新名線朱鞠内駅の後にやってきました。なんかね、イベントのようなものがですね、行われております。まあ、なるべく人の顔にモザイクをかけなくて済むようにしていきたいなと思います。まあ、あの建物の窓とかを起点にしてざっくりやっていけばいいんでしょうけど、まあ、駅の後はですね、もちろんこれ残っていないんですけれども、バスターミナル兼公民館的なものがですね、今でも残っています。まあ、撮影するとすれば、この今でも残っている駅名標とあの公民館的なものと線路を入れていくということになりますか。何かいいかな。はい。こんな感じのサムネイルでいいかな。今でも一応線路が残っていて駅名標もあると。線路跡自体はこの道路でいいのかな。ああ、国鉄コンテナも残っています。はい、それでは次行きましょう。はい、それではですね、朱鞠内駅の後を出発します。朱鞠内駅の後は公民館兼バスターミナルバス停になっていて、何でしょうかね、なんか地域住民のイベントが開かれているようですね。今走ってるこの道路があれかな、線路跡っていうことでいいんでしょうかね。ちょっとね、その辺りは分かりませんけど、朱鞠内で僕が買い物をした商店は当然のようにですね、商店ではなくなっていました。それで国道はここの道路右折なんですけれども、新名線最新部はですね、違うんですね、新名線最新部はここからさらに右、朱鞠内湖方面になります。ここからいよいよ新名線も超本気になると。ただ途中まではね、朱鞠内湖観光の観光施設があるんで、まあまだね、まあそこまでではないんですけど、そっから先は結構本格的にですね、ディープになります。次の湖畔駅っていう湖畔の集落まではまだかろうじて人の生活の香りっていうんですかね、そういうのが多分あると思うんですけど、そこから先になると、もう本当に人類の侵入を拒む土地になってると思いますね。まあ、できるだけ進んでいきますけれども、私の事前調査が正しければ行き止まりになっていると思います。これなんだろうな、円形校舎の昔の小学校跡かなんでしょうか。そういうのがあります。右の家は廃屋かと思ったら一応現役の、すごいな。で、すごい豪邸の家なの、観光施設なのか、すごい家なんだ。朱鞠内に惚れ込んだ人が自分の財産をつぎ込んで建てたような、そんなお家でした。右が朱鞠内湖方面で、湖畔駅こっちでいいのかな、道間違えたりしました。この辺ですね、湖畔駅はこの辺ということに、あ、行き過ぎたっぽいですね。ちょっとね、戻る
さっきの朱鞠内湖方面に曲がっていく道の脇ぐらいにあったっぽいですね。とりあえずもう U ターンポイントがあるんで、ここで U ターンですね。よし、まあ、幸い交通量は少ないんで戻っていくのはさほど難しくないんですけれども、ちょうどこの道路の左側を走っていて、ちょっと盛り上がってるように見える新名線の跡なんじゃないかなと思いますけれども、どうだろう、この辺が一応湖畔駅跡付近ということになっていますけれども、どうだ。ああそうか、これかな。あそこになんかね、駐車できそうなスポットがあるんで、車に行った方がいいな。ここになんか謎の広大な駐車スペースが。いや、ここに車を止めていこう。そして朱鞠内湖じゃなかった湖畔駅の現地調査の方も行っていこうと思います。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、JR 新名線湖畔駅の駅跡付近と思われる場所にやってきました。朱鞠内湖自体はこの道路をずっと右に進んだところにあります。おそらくはそこの道路がちょっと盛り上がっているところがかつての踏切跡で、この辺りが湖畔駅の駅跡になると思います。うん、この辺だと思うんですけれども、まあもちろん跡形は残っておりません。まあもう草ぼうぼうで、向こう側はですねもう見えなくなっています。まあ、かろうじてこうやって手伸ばせば見えるかもしれない。ああ、鉄塔が、朱鞠内湖で発電した電気を送る鉄塔がですね、見えております。うん、鉄塔を入れてみるか。この無人の原野に佇む鉄塔が、少しどういうサムネイルにしよう、今の鉄塔にしようか。まあこの砂利道よりも多分鉄塔の方が、多分鉄塔マニアが喜んでくれますよね。でももうちょっとね、まあ鉄塔をサムネイルにするんだったらもうちょっとな、ここちょうど草が薄いからいいかもしれないな。もうちょっとなんかね、広く撮れる場所の方がいいかもしれない。こっちの方がいいかもしれない。これよりはやっぱり近づいてこう撮った方がいいか。うん、どれがいいかな。まあこんなんでいいか。はい、それでは次行きましょう。次からいよいよ新名線のディープゾーンですね。まあ行けるところまでですね、今日多分途中で通行止めになってると思うんで、通行止めに無事だったら帰りますから、そのつもりで。